というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ今日昼間、はい、あの噂の、うん、代々木商店ラーメン食べ行きまして、はい、まあ、家系ですよ。そうですね。実は僕先週にもね、うん、まあ、よく行きつけの家系のお店行ってたんです、はい、はいはいはい。だからこの字カウンターなんで、うん、まあ、僕は、まあ、ある角っこの角に、角っこの角って、うん、まあまあわかりますよ、角っこの角ですよ、はい、角っこの角に角中の角、角中の角ね、僕が座って、はい、うん、あと先にも入店して、うん、もうラーメンを受け取ってる、はいはいはい、正面にね、はい、ちょっときめえ、きめえ、メガネかけた、まあいい、はい、まあ、ちょっと日本人か何かわかんないんだけど、うん、ちょっとメガネかけた、ええ、あんちゃんが、ええ、まあ、まだ30そこそこぐらいかな、うん、もう食べて、うん、ね、まあ一口食べる、うなずく、なんか美味しいのかな、いますよね、このおじさんね、うん、美味しいかもなみたいな、うん、また一口、うん、うんうんうんって言う、うなずく、はい、そうするとね、なんかブルブルブルなんて言うの、うん、どうしたで、また食べる、そのまま食べ出す、えっって言うんですよ。ああ、なんか、これだから僕はもう下向いて携帯見てるから、えっって言われて、なんか咳してんだろ僕は、はい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 、でまた、でもまたチラッと見るとまた食べて、はい、うん、またブルブルうんってなって、また食べる、食べる、えっおなんだか、ええって2回言い始める。まあ耳障りでさ、うん、え、それはもう、まあ咳と思い込むしかないですよね。えっだからラーメン食べてむせてんのかな、むせがえっって言ってるわけ。あ、普通むせるとどうする、多分ラーメンちょっと湯気でむせてそうなるんだ。だけどその人はえっえっってなっちゃうかなっていう、え、その言いにくいですけど病気とかではない、わかんない、あ、この身震いもよくわかんないね。結構そういう、確かにちょっと、ね、お持ちなのかなって思って、サイコパス系の顔ではあるんだけど、まあお顔に関してはね、こっち側にちょっとなんつうの、頭グッと縛ったような、まあ岩風の兄ちゃんとかもいるんだけど、はいはいはい、この兄ちゃんも普通に姿勢よく食べて、うん、えっって言うためにやっぱりちょっと見るんですよね、どうしたんだろうなみたいなって、僕らって携帯見ちゃってもえっって言うのは前見ちゃいますよ、まあまあまあ気にはなりますね。でももう何事もなく食べてる、で最後ごちそうさまでしたっつって帰って、あ、じゃあ本当に別に何もなかったんだ、うん、へえ、ほら、おお、まあむせてたのかなって思うしかないじゃん。そうですね、それ以外は何もない、胃部類がちょっと入るぐらい、ブルーと A だけで、そう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 、ラーメン食ってブルブルはないね、あんまり寒くないですからね、そうそう、おしっこしててブルブルはあるけどね、うん、なんかだから毎回漏らしてんのかなとかちょっと、でおしっこしながらえって言わないよねいや聞いたことないな俺もね、え、はい、あの癖のあるむせ方だったのかなっていう、っていうことかな、まあいろいろありますからね、うん、そうそうそう、まあ、そういうこともあったと、はい、いろんなことが起こりますね、新宿ね、今日たまたまね家系を食ったんで、はい、前回の家系を思い出しちゃったっていう話ですよ今日の家系の話はなかった、そうそうそう、はい、でまあタクトね、うん、ちょうど今日ですね、はい、うん、さっき、大の話をしましたけど、うんうんうん、まあ、次の告知が来てまして、あ、来てきました、ね、何が来てました、あのバーンと、うん、ミストバーンと、うん、あと何ですか、ピックアップ A のなんかよくわかんない、うん、ちっちゃいやつが、ちっちゃいやつ、名前なんだっけな、はい、なんていうの、ザボエラ、ザボエラだった気がします。ザボエラ、カポエラ、カポエラはまたちょっと違うけど、うん、ブラジルの格好でね、なんかそんなちっちゃいジジイみたいなのがね、そう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 、まあこれが多分お供の A かなじゃないですかね、うん、はい、まあちゃんと告知を出してますよ、うん、ね、結局大のルビは、うんうん、おっせえのに、うん、こういうことだけはもう常にきちっと守って、そうですね、ガチャの告知とガチャはちゃんと始まるんですよ、うんうん、これに関しては遅れたことはないと思いますけども、うん、はい、でも向こうもエミングとしては、うん、通常運転に入るわけですね、これからね、うん、もうこっちは直すって言ったよねっていう状態で変わらないわけですよ、うんうん、これはどうなのかなっていうね、まあこっち側からしたらあんまりいい気分ではないですね、いやそうなんですよ、はい、うん、だから、まあ、まあ今日はねちょっとこうやってあのツイッターとか見てる機会ないけども、うん、タイムラインとか見てやんないけども、うん、まあそういうところをいじってる人も中にはいるんじゃないかなっていうふうに思ってるわけですよ、はいはいはい、で何にしてもほら、うん、やることがねえの、あ、これあの入場席一生懸命翼くん集めてるんですか、あ、まだ集めてますよ、はい、もうまだ最初のポップとかマームとかもやってんじゃないの、そう、その4と今頑張って全部集めてる、クソビカ4はまだそこら辺で、そこはそこがじゃないと、バーンがミストバーン取れないからね、そうだ、ミストバーンとあれだ、お父さん、うバランか、うと、ところが本当に間に合わなさそう、うん、でもミストバーン突したいんでしょ、できればね、おう、あれなんか全員に30レベル37ぐらいまでにすると確か取れるんじゃないかなと思うんですけど、ね、怖いですけど、まあ行かなきゃいけないそれは、おう、はい、クソビカホもやっぱこういうところはきちっと全割かなんかかまそうとしてんのかな、全割はちょっときついから、まあだってあれかけらも結構入ってますからね、あ、そうだからそこに関してちょっとスタミナ層は、うん、使っていってますけど、うん、まあ、4割以上はしないかな、で翼くんの動画見ましたけど、はい、何あの4突止めって、そうだからあれは迷ったそこまで来たらさっていう声の方が多かったんじゃないですか、今のところないはないんだ、そうそう、まあ僕の動画だけを見る方は、うん、
あーなんか残念だったねーで収まる人ですから、うん、そんなあのね、やっぱね無凸とか一凸ベースの人間って四凸ってすげーと思うかもしれないけどね、四凸と貫凸ってもう感触が違うからね、いろいろね。まあね、わかるんですけどね、完成形を持ってるわけよ、はい、翼くん貫凸すれば翼くん以上のやつはもうプラスがあるかないかぐらいの人しかいないわけだからね。まあね、はい、あとは錬金次第ですよ。うん、うん、そういう状況に魅力は感じないんですか？いや、とっても魅力的でした。うん、何とっても魅力的ですが、まあ今回ホワイトデーガチャが来たりね、うん、でこれからバーンが来ることも分かってたんで、うん、万が一これバーンに突っ込まなきゃってなった時に、うん、もうねえなと思いました。読んで十分と思って、で使ってみたんですか？一応あの防衛パー登録だったりとか、うん、防衛攻めてみたりみたいなことには使ってみたりします、うん、どう、手応えはどうなんですか？まあ、いたらめんどくせえなとは思いますね、うん、はい、全部特技とかも全部強化したんですか？しました。10にしてます。まあ、なんか強いっちゃ強いんですけど、まあでもやっぱ五凸を使ってみないことには五凸の強さも分かんねえし、うん、現状さっきも言いましたけど、うん、一凸とかワクワク使ってたんで、うん、四凸でも強えなと思うと、うん、まあこれでいいかってなっちゃいますね、うん、どうですか小島、チームリボンも防衛登録やってると思うんですけど、うん、やってますやってます、はい、みんなあのハドラーを入れてるんですか？でもね、いやこんなことネタバレになるからあんまり言えないですけど、うんうん、いや隠すほどのギルドじゃないか。でもあのソロとか隠すほどのギルドじゃないかこれリボンをバカにしてないよ。隠しちゃったら隠すほどのギルドじゃないよこれまあ一応ね戦略的な話をしてあ、そうそうそう、そこは NG なんだ一応ねこれはもうあの一応やっぱ同じ土俵で戦ってるものとして そこの分野は NG で来てる。もしかしたらここで言ってしまったことのようにチームリボン対策のパーティーを組む人が出てくるかもしれない。クソピカ4がいるのに、クソピカ4がいるけれども、クソビカ4はだって吹いたら飛んでいくでしょ。クソビカ4は吹いて飛んでも、うん、もっと強い人は吹いても飛ばねえから、ね、どっしり構えてるから、ね、そこはみんなで言ってんだ、絶対防衛版話しまあみんなで言ってることにしよう。集大成だからね。そうそうそう、ここら深夜朝までやってるわけですか？あ、そうですね、もうディスコード使ってわーってやってるかもしんないよ。うん、うん、ゾサ君とか大体寝てんじゃないの？おやすみなさいですよ、そこは。はい、なんでやんないですかまあそれに関しては別に防衛に関してものすごいみんな相談したりとかはないんですけど、うんうん、まあ実際ね、うん、ゆるーくやるのが結構メインなギルドなんで、うん、そこまでやると多分言いづらくなる人も出てくるんじゃないかなっていう気がしますよ。本当にね、何が今回の動画で言いたかったかというと、まあ、あれだけのもう本当にすいません差し押しますっていいレベルのやらかしをしてるわけですよ、うん、はい、にもかかわらず次のガチャの予告が来る、ね、ギルド大会始まるとほら通常営業よってこと。うん、まあそれは確かにそうですね。にもかかわらず上さんありがとうとか言ってるやつがいるわけですよ。恥ね、僕も8しか見てないんだけど、まあでもいっぱいいましたよ、まあ、何か知らねえやつらは、ね、うん、そうですね、あんま知らねえやつらはよく言ってました。ことなかれ式ですよ。でなんかちょっとね TL 流れてたのは、はい、まあ、無課金がごちゃごちゃ文句言うのがっていうまた話も ね、まあ、まあね結構出てましたよね。あんたら関係ないだろうね、うん、まあでもやっぱりなんつうのかな、どんな課金体でもちょっとこの運営ねえだろうっていうのはやっぱクソビカ4でも思うわけでしょ。まあ思っていいのであれば口には出さないけど、本来はね、ここはお金使ってないから、まあ別に台の性能がどうだろうか関係ないけど、戦闘力でも同じようなこと言ってましたよ。うん、もう母体確保して完投してれば別に性能なんかどうでもいい。ね、そういう人もいますけども、うん、まあ言うても、ね、僕も今更ね、その、はっきり言ってどんな性能なのかなって台すらもわかんないからね。気づかなかったわけでしょ。使ってねえしね。ねえ。うん。そういう人も多いんでしょうか。まあ、そうなっちゃうけど、でもやっぱり真剣にね、ゲームに取り組んでね。いや、そうですよ。うん。で、やっぱりこのギルド大会に入れないっていうのが、物語ってんじゃないかと。もうこれは本当にね、もうギルド大会を目指してみんなガチャしたわけでしょ。まあ、まあ、PVP もそうだけどね。いろいろあると思いますけど。だけどやっぱりここに終着点があるわけですよ。PVP で使いながら強ければギルド大会で防衛パンに入れてとか思ってるのに、ね、そこを完全にやらかしちゃってみんながそれを避けるようになったわけです。それでいて、うん、ただ修正しますよってだけで、今んとこ何のね、バビというワビは、まあ、一応バビは配るらしいですよ。ってなんて書いてありました？それも僕読んでないからね。まあその4月3日とかなりますけど、要するに、ね、あのガチャをした分は全部回収ですか？その詳細は出てないですけど、とにかくワビはします、うん、ということだけだから、ね、でも豪華商品あるかもって何もくれなかったところですよこれ。まあ確かに、だから表記してるのみの可能性もありますけど、掘り起こすとそこから始まらないと本当はいけないんだけど、ね、まあ確かにね、はい、そこはまあこいつ一人しか言ってねえからもういいやって流してるわけじゃないですか。ありえます、それも、はい、結局は ね、ここも一丸となってみんな言ったらね、そうだから、そこに関してもやれば、まあ、不買運動みたいなのが、ね、うん、だから結局周りの人間っていうのは自分が関わらないとどうでもいいってことなんですよ。僕はもうラーさんにあげた、ね、もうずっと心残りでしょうがないから、僕優しいからあなたはね、うん、僕はもう本当にもうずっと100通送ってますよ毎回。ああ、問い合わせラーさんにもあげろって。あ、毎日100通ですよ。そんなにやってんだ。やってる限りだから。ああ、なるほど ね、だけどハジなんかはもうほら自分のあの台のことしか何も言ってないから。そうか、まあ、ありがとうなっちゃう、ね、こういうとこなの、ね、ああ、なるほど、うん、やっぱりやることは僕はやってるじゃん。そういうことか、うん、はいはいはい、人にそんな見せつけないだけでツイッターとかでやらずに、ね、ここで運営さんありがとうなんて言ってんだけど、運営さんコケにするんだ、さらに。まあそういうことか。それがこのチャンネルだ。まあそれはずっと言ってますね。 そっちを忘れちゃいかんよって、あっちもかなりの罪よ、うんうん、まあそれはね、わかる、はい、匂わせって。
もうそこに関してはなんか風化してる感じありますけどって、ね、うん、あ、久しぶり、あ、なんか誕生日なんだって、うん、あ、じゃあいいよいいよ、プレゼント持ってくかもって言って持ってかないんですよ。うん、悲しいな。嫌でしょそれ。もう持ってくると思いますよね。そこまでやられたらなんかサプライズとかあるのかなって思っちゃう。プレゼント期待してって言っといて何も持ってこない。期待してまで言っていくのはダメだね。似たようなもんですよ。まあね、まあ、あるかも言うてるんだから、うん、すげえ詐欺やってる。あー確かにね。ね、こっちは詐欺なの、はい、あれはミスなの。ああ違うんだ。なるほどね、はいはい、あれは詐欺ですよ。まあもうそこまであげるあげる詐欺師やってますね。そうだからやっぱ本当にこのユーザーっていうのはやっぱさある程度アホみたいに金使ってるから麻痺しちゃってるちょっとそういうの。うん、そうですね。心が広いのか何なのかよく分かんないけども、たまに修正とか謝るとそれに対してすごい高評価になっちゃう、ね、うん、だから本当に一番の正解は今回のこの運営を見てもう全くやる気なくしたやめたっていうやつが僕は一番正解なんじゃないかなって思いますよ。僕はギリギリけなすことによって我慢の方向に持ってってますけどもね。発散できてるってことで、そう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 。でもそこでありがとうっつったやつはこれ養分恥、これはもう確定ですよ。まあいろんな人いますからね、うん、そういう方たちも初めに養分の名前を変えた方がいいと思う。アットマークなど、うん、一番の養分だと今思う。初めにさんいろんな名前使ってる、ね、今週はもうずっとハジでいこうかしら。ネタがないからお疲れ様です。ハジさん、はい、うん、収賞さんですけど、フリー素材だからね、これね。フリー素材ね、確かにネタがない使ってるから、うん、唯一何も許可を取ってないから、そう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 、はい、いいのだろうかそれはね、はいちょっとむせてきたんで、もう最後に席が出ちゃったよまあでもまあ本当そういうことで、はいはいはい、ああまあまあしれっともうなんか通常運転してんなっていうのが僕の気持ちですよ、ね、はい、うん、まあ、今回どうなるかはね、うん、はい、じゃあ今回はどうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。